岩へ新たなライドウォッチの情報を、新しく発売されるライドウォッチ情報をお届けするよ。ガンダマン岩へ新たなライドウォッチの情報を、なんか変かな。みんなこんにちは。今日は新しく発売されるライドウォッチ情報をお届けするよ。最近毎月恒例だよね。ということで早速行ってみよう。まずはこちら、銀紙ライドウォッチ。なんとなんと異世界からやってくる仮面ライダー銀河の力が宿っております。未来ドウォッチなのでもちろんウォーズさんのものでございます。ということはウォーズさんがどうなるかってみんな予想つくよね。そう、仮面ライダーウォーズなんとパワーアップするのです。いつものようにフューチャリングなんとかって言うんじゃなくって、仮面ライダーウォーズ銀河ファイナリーってやつに変身するんだって。もちろん未来ドウォッチなのでビヨンドライバーにセットします。で、仮面ライダーウォーズ銀河ファイナリー、どんな見た目かというと、あ、見ても大丈夫っていう人は行きますよ。見たくない人はせーのって言ってから10秒ぐらい後まで飛ばしてもらえるといいかななんて思います。では行きますよ。せーの、ドン。はい、こんな感じでございます。かっこいいですね。詳しくはね、テレビの放送で見ていただくのが一番いいと思いますので、余計なことはお話ししません。ちなみにこちらの銀紙ライドウォッチは5月11日おもちゃ売り場で発売になります。ぜひゲットしてみてください。ではどんどん行きましょう。お次はもうね、知ってる人いると思いますが、こちらです。ドン、ムム。なんとエグゼイドダブルアクションゲーマー WXL ライドウォッチでございます。 L があるっていうことは、そう、もちろんこちらもあります。じゃじゃん、エグゼイドダブルアクションゲーマー WXR ライドウォッチということで、 WX のね、俺がお前でお前が俺でのあのエグゼイドさんのライドウォッチでございます。素晴らしいですね。僕も欲しいなと思うんだけど、こちらのライドウォッチはですね、プレミアムバンダイで発売になります。それがね、プレミアムバンダイで発売されるやつはサウンドライドウォッチシリーズのキラキラメッキバージョンがね、発売されるんですけど、その中にですね WXL が入っているものと WXR が入っているものがあるので、このね、エグゼイドダブルアクションゲーマー WXR と L 両方手に入れるとなると、お金がね2万円ぐらいかかっちゃうんだよね。送料込みだとね、もうちょっとかかってくるので、僕はちょっと今回諦めようかなと思っております。絶対欲しいっていう人は早めに注文しておくといいと思います。それにしてももうちょっとね、お子様が手に入りやすい方法で発売して欲しかったなーって思います。なんだかモヤモヤしてしまいますが、次の新しいライドウォッチ情報をお伝えしたいと思います。ではお次はこちら、ドライブタイプデッドヒートライドウォッチ。はい、こちらはドライブさんのライドウォッチですね。このドライブタイプデッドヒートライドウォッチはガシャポンライドウォッチ第16弾、もう16弾か、第16弾の中に入っております。はさんじゃ次はこちら、ジョーカーライドウォッチ。素敵。ダブルさんのジョーカーメモリ1本だけを使って変身を遂げたジョーカーの力を宿しております。こちらのジョーカーライドウォッチはなんと本屋さんでございます、スーパーテレビくん仮面ライダージオーライドウォッチ図鑑についております。5月14日発売です。本は2000円ぐらいかな、お値段だいたいそんな感じになっておりますので、手に入れたい人は5月14日発売になっておりますので、ぜひ本屋さんでゲットしてみてください。それではお次はこちら、デルタライドウォッチ。デルタムーバーって呼ばれる武器を使って敵と戦ったデルタさんの力を宿しているこちらのライドウォッチ、こちらはですねプレミアムバンダイになります。先ほどのエグゼイドダブルアクションゲーマー WX の L が入っている方にセットになっております。それではお次はこちら、
ゾルダライドウォッチ。ゾルダさんの力が入っております。こちらのライドウォッチプレミアムバンダイでございます。エグゼイドダブルアクションゲーマーダブル X の R の方がねセットになっているやつに入っております。それじゃあ最後です。最後はこちら、ギルスライドウォッチ。腕とかにある爪をね鋭く伸ばして敵を切り裂くっていうねギルスさんの力が宿っております。こちらはガシャポンライドウォッチ第16弾で発売されます。ちなみにガシャポンライドウォッチ第16弾は5月下旬発売という感じで、ちょっと僕ね何日に発売だよって言えないんですけれども、そんな感じでございます。ということで皆さんいかがでしたか。今回の目玉は銀紙ライドウォッチです。そしてエグゼイドダブルアクションゲーマーダブル X の L と R のライドウォッチですね。なんですが今回のライドウォッチ情報ほとんどプレミアムバンダイとなっておりますので、買いにくいっちゃ買いにくいよね。セットも一つ1万円ぐらいするしさ、そんな感じでした。ぜひね欲しいなっていう人は買っていただきたいと思います。欲しいけどね買えない人はまあ我慢して誰かのレビューでも見よっかみたいなね感じだね。僕は誰かのレビューを見ます。欲しいけどね。でもねまだまだねジオさんもねパワーアップするだろうし、ゲイツさんもパワーアップねまだまだしてくれるはずだから、これからもね新しいライドウォッチどんどん発売になってくるんじゃないかなって思います。ということで本日は最近毎月恒例となっておりますライドウォッチ最新情報をお届けしました。この動画もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。仮面ライダーではありませんが、リュウソウジャーのリュウソウルもいろいろ発売になっているので、リュウソウルのね最新情報もお届けできたらななんて思っております。それでは皆さん本当に本当に最後まで見てくれてどうもありがとう。じゃあまたね、バイバーイ。見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな見てね。